ストップウォッチ中の音怖かったでしょ。なんかもうね、でかかった、音が想像のね10倍大きかった。風邪来てさ、なんかね花びらのやつがさめちゃくちゃなんか大きいように感じて、ゴキブリだと思いました。ゴキブリ投げられてるのかと思った。見てる側もびっくりしてる人多かった。やっぱりびっくりしたでしょ、みんなも。それを目隠しでやってたからね、みゆ。そりゃ怖いさ。たけしさんありがとう、まさよしさんありがとうございます。ストップウォッチね、ストップウォッチ見れないからさ、時計になってることすら気づかなかった。押ささって なんか強く押さなきゃダメだったのかな。時計でしたね、びっくりだよ。こんばんは。ヨンバンさんって怒ることあるの？ヨンバンさんって切れることあるんですか？ヨンバンさん怒ることあるんだ。カマキリに挨拶してないです。ココは冷静そうに見えて実はビビリちゃんでした。コッコがビビリちゃんなのは意外でしたね。でも私の予想当たったでしょ。私メールでさ予想してたんですけど。あ、小次郎さんお疲れ、ありがとう。センブリ茶はね本当に苦いよ、健康的な味がする。センブリ茶飲んだから今日健康になるはずだけど、さっきお腹空いてね食べちゃったからね、プラマイゼロ。メールに書いてたの当たったでしょ。すごいみゆ、私予想ね結構当たるんですよ。うわ眠たい、今日はぐっすり眠れそう。今日も可愛いな、ありがとう。来週は破壊神企画だって。私はもう内容は聞いたけど、どうなると思う。でも私のさ破壊はさ別に意図して破壊してるわけじゃないから、力技っていうわけじゃないんだよな。私はなんか偶然壊れちゃうことが多いから、触れれば大きいじゃん。だから別に力技じゃないんですよ破壊は。どうなるんだろう。意図的にやってたらやばいね。意図的にやってたらさもうやばいやつだよ本当に。センブリ茶ってどれくらい苦いの？なんかね表せない苦さ、なんか苦さを表せないの、何に表したらいいんだろう。センブリ茶飲んだ人いますか？飲んだことある人いる？どんな苦さって言ったらいいんだろう。例えれない。飲んだことある？どんな苦さって言われたら例えにくくないですか？ここにお茶っ葉を直で入れてるみたいな感じ。
合ってる、なんかそんな感じ、わかんない、なんか例えにくいな。難しい。うわぁ、アイちゃんがネモンスの寝顔写真をみずみに見せてよって、え、私見たことあったっけ、覚えてない、見てたんだ、どんな写真だったんだっけ、わかんない、覚えてなかっただけだったらしい。昔の彼女に飲まされたから覚えてない。昔の彼女、どんな彼女だったの、4万さんの彼女そんな彼女いるの面白、薬系の、あ、薬系の苦さかもしんない、薬系って言われたら薬系かも、あ、粉薬ここに入れてる、なんか生で入れてるみたいな、生直で入れてるみたいな感じかな。難しいです、センブリ茶の苦さは。でもとにかく苦いよ。臭くはないかな、臭く、匂いは全然普通、何も匂いしないです。飲んだらね、飲んだら苦いだけ。寝顔写真を見せた時も寝ぼけてたそうかも、寝ぼけ、寝ながらさ写真見たから覚えてないのかもしれないです。煙っぽい、あー煙っぽい、確かに煙っぽい、うん、渋い、なんか畳みたいな、畳みたいな感じかな、わかんない、なんか難しいんですよね。とにかく、あの、気になる方はぜひ自分で買って飲んでみてください。ぜひ飲んでみてください。セルフ罰ゲーム。あ、じゃあみんなに飲んでもらう機会設けてあげようか。みんな、いや、限定だけど、ちょっと言ってみよう。ちょっとね、みんなに飲んでもらう機会用意しよう。言ってみまーす。楽しみにしててね。絶対絶対楽しみにしててください。特殊な練習しなくても飲めるよ、ミエでも飲めたから大丈夫。少し怖いです、いやいやいや、だってそんなに気になるでしょ、どんな味か気になってたから、ね、飲ませてあげるよ。カツさんありがとう。ド S? ド S じゃないよ、全然全然全然、そんな全然ですよ、そんなことない、普通で普通。勝負?いいよ。あんはしません、自分で飲め。自分で飲め。たけしさんありがとう。まあお楽しみに、いや却下されるかもしれないけど、意見気になってくれる人いたかな。でも無料パート見て気になってくれる、てか無料パートと有料パート、無料パートだけ見てる人ってどれぐらいいるんだろう。みんなもう会員の人しかいないんかな。隣で一緒に飲んでくれたら、やだよ、なんで、みー別に罰ゲームすることないもん。乾杯できるなら、乾杯、じゃあみーはジュースでいいですか。
苦いって苦しんでるところを見たい見たい。みんながうわ苦いって、でもアイドル気分を味わえるってことですよ。なんかテレビ気分を味わえますよ。皆さんどうですか、飲みたくない？一回は飲んでみたいです。人生経験、人生経験。芸人気分で、いや私やってるので、芸アイドルです、アイドル。一口で飲もうとしたらお茶吹き出た。そうね、お茶吹き出ちゃいました。リアクション頑張ります。そうだよ、みんなリアクションまで取らなきゃいけないからね。リアクションまで取ってセットなので、そこまで忘れずにお願いしますよ。当たった方はもし何かで、人生そのものが苦いので、いやいやいや、人生よ、あ、人生よりは苦くないから大丈夫だよ。とりあえず嫌です。飲んでよ、飲んで。じゃあみゆの作ったちょっと危険な料理かセンブリ茶だったらどっちがいい？ちょっと怪しいみゆの料理かセンブリ茶を飲む、だったら絶対センブリ茶の方がいいでしょ。センブリ茶多すぎでしょっていうなら絶対飲んでくださいね。推しの手料理でやられるなら本望。京香さん、みゆちゃんの料理食べてみたい。え、そんな人いるの？みゆの料理食べてみたいとか言ってくれる人いるの？嬉しい。一択じゃないよ、はるかちゃん。ちょっとみんな一人ぐらいはいい。命に関わるって？そんなことないよ。休み取らんでき、ねえ、体調崩す前提なの？でもセンブリ茶でしょ？ってことは私がちょっと怪しい料理を作って、わざと作って、はいこれかこれどっちがいいって置けば、みんなセンブリ茶飲むってことですよ。よし、これが作戦だ。これでいこう、これでいこう、これでいこう。決まり。はい、料理もお茶もセンブリ味。まあお楽しみに、これがね採用されるかは分かんないけど、もしかしたら別の罰ゲームかもしれない。浜松さん本当に言ってる？本当に応募控えるの？本当に？本当か？じゃああれにしようかな、箱の中身なんだろうな、みんなに体験してもらおうかな。それはどう？それはどうですか？余裕なの？マジ？できるの？それ本当に？余裕なの？マジで？メンバーなわけないでしょ、マッサ。何贅沢なこと言ってんの？カエルでもいいよ、マジで？なんでそんなみんな強いの？
いや、コンプラとかないですよ。イベ、ソロイベに。ちゃんとやばいの入れますよ。いいですか？虫とかちゃんと入れるよ。蜂とかだったりして。蜂はやばい？アブとか蜂とかかもよ。妻より怖いものはない。嘘だ。本当に世の中で一番怖いの妻なんですか？うわ、ギシギシ絶対やだ。ギシギシ懐かしい、やだ。まあでも楽しみにしていてください。まあ行けるかどうかあれなんですけどね。行きたいですね、1700に。今日はダメだ、あくびが止まらない最近。虫はすべて無理ですでしょ。みゆの気持ちわかるでしょ。箱の中身に虫入ってるかどうか怖くなるの。今日はお眠です。あ、気圧っても関係あるの？昨日もあれだった、昨日もあくび止まんなかったの。気圧酸素が薄いのかな。あ、こうさんありがとうございます。ちち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 ありがとう。夜更かししすぎ、寝不足。でも今日もちゃんと5時間ぐらいは寝てますよ。脳を冷やしてる、使いすぎてたんだ。じゃあいい件で脳をたくさん使ってたから冷やしてるんだって。雨降ると眠くなる気がする。あー、わかるかも。雨降ると眠くなるのめっちゃわかるかも。5時間って短いんだ。みんな、私いつから中学校ぐらいからずっと5時間睡眠ぐらいだと思う、休日抜かしたら。4番さん、なんだって。メキシカンサンタさん、ヒラリーハートさん、ありがとうございます。7時間ね、むくみそう。7時間寝たら5時間ぐらいがむくまないんですよ私。お話し会の心拍数、え、みんなに測っ、みんなのやつやってみたい。6時間以内の睡眠を3日続けると1日徹夜してる。え、じゃあずっと徹夜じゃん。みゆ、あ、ヤスさんありがとうございます。授業中ずっと寝てそう。いやいや、そんなことないですよ。体育の時間も起きてるし。徹夜はねないですね私。ちゃんと長く、短くても絶対ね2時間ぐらいは寝るようにしてる。テスト勉強とかでも。だから徹夜はねまだないかな。うるちゃんありがとう。寝過ごした、どういうこと。よしふみさんありがとうございます。あ、ひろとさんお疲れ様です。内職。体育は眠れない。でもさ、限界も来てたらさ、立ちながら寝れそうだよね。机とかによく当たる。私はこっちタイプでした。こっちタイプ、
こういうタイプでした。それかもう諦めて、なんかね考えてペン持ってこうやってやっとけば目見えないから寝ててもバレないです。でたまにこうやってピクピクっと動かせば完璧。あのこう頬杖についてるふりしてこういう状態、こういう風にしてやってました。でちょっと起きたら手を動かせば OK とか言っちゃった。そんなことしなかったんですけど ベテランとか言わないでよベテラン言わないで。いびきはかきません私。いびきタイプじゃなくてよだれタイプなので。ガクンってなるの恥ずかしいよね。プリント濡らさまないですよ。高校の入学式、楽しい高校生活になるといいね。今日ハーフっぽいってめっちゃ言われる。なんでだろう。髪の毛かな。ポケモンの種類。確かに確かに。でも授業終わったら絶対マスク探してる人めっちゃいた。やっぱりマスク持ってるって 何人かにめっちゃ聞かれてか、絶対授業終わり一人はいたでしょ。コロナ禍だったのでマスクあってよかったってみんな言うもんみんなうわーマスクあってよかったって言ってた。それはわかる。でも替えが必須なんですよね。たけしさんありがとうございます。てかさ全世界がさマスクを誰一人してない元のあの小学校の頃とかの生活に戻るのっていつなんだろう。もういいきっとねもう一生訪れないと思うんですけど思わない。だって自分が外せない気がするからマスク。富士キョンさんありがとうございます。夏暑いから外しちゃう。あじゃんけんグーみえの勝ち夏になったら外すかな。顔バレするから外せない。いや意外とバレないですよきっと外しても。キラキラ星さんありがとうございます。写真会でもマスクしてた。なんで？恋さんありがとう。私も外で外してることあるけど、電車とかはしてます。なんかちょっと恥ずかしいから。5月4フェスですって。そうそうなの。みんな知ってた？フェス久しぶりのにフェスですよ。いつぶり？1月ぶりぐらいのフェスです。恥ずかしいって恥ずかしいって言ったもんちゃんと。アニちゃんありがとう。フェスだー待ちに待ったフェスだーみんな。しかもお披露目1年の日デビュー記念日にフェスです。嬉しい。やったー。みんな申し込んでくれましたか？
そう、1周年の日です。来てください、予定が空いてれば。楽しみだ。さやっこさんありがとう。やっとだよ。あ、いっぱい、え、いっぱいありがとう。めっちゃ長かった。いっぱい置いてある、かわいい、ありがとう。予定あっても破壊していきます、破壊していきましょう。ちょっと楽しみですね。しかもお話し会の直前ぐらいなので、お話し会の話題もできましたし、いいですね、嬉しいです。何やるんだろう、何の曲やるかはまだ私も分かってないんですけど楽しみです。こいさんフォローありがとうございます。浜正さんありがとう。ね、クマもありがとう。クマ、まさよしさんありがとうございます。決めとくね。あ、わかった、4番さん、じゃあ決めて送っといて送っといてね。躊躇してる？なんでなんで？あ、他のグループさんとかもいるからってこと？ここだけの話なんだけど、さよならクロールお願いしますここだけの話、もう1891人に見られてますけど、さよならクロールね、まだ1回ぐらいしかやったことないですよね。1回？ 2 回くらいしかやったことないもんね。お兄ちゃんありがとう。ビギナーとかリバーとかかっこいい系か、かっこいい系ね、やったことないからね、ま、そうです、横浜ですよ。先生わかんない、わかんない、防波堤ありますか、わかんないですリバー島美恵さん、それ川になってる、川島になってるからフ横浜でございます。確かに横浜多いですね。え、何やるんだろう。でもそろそろ夏にも入りますね。早い、まだ夏になったら夏曲とかも増えてくるじゃないですか、きっと。まおみさんありがとうございます。夏曲ってやっぱりテンション上がりません？さやこさんありがとうございます。え、横浜ってさ、神奈川県だよね。今日知ったの？うん、今日じゃないよ、もうちょっと前から知ってた。夏曲はいいですね。皆さんは夏曲だったら何が一番好きですか？私は決めれないなずるい、ずるいか、決めれないなはずるい。社交辞令さんフォローありがとうございます。カツリンさん、そしてメキシカンサンタさんありがとうございます。カチューシャが多い、さよならクロール、ほう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 、ナッツ曲じゃないよ、カチューシャが好き。うーん、ポニーテールとシュシュ、ほうほうほう、私は決めれないですね。
決めれないですねとか言って絶対言うな聞いといて絶対自分が言うな。どうしよう、マンション揺れてる？風？今じゃあ止めに行くね。あと1年後に止まるよ風。初曲か。だって全部良くないですか？全部壊れちゃった。ごめんね。住める？住めるかな。まあ無理だったら野宿でお願いします。でも夏、でも真夏のサウズグッドはバトンの大会、バトンの大会じゃないな、バトンの練習場所に行く前にずっとずっと延々と聞いてたんですよ。もう延々とリピートしてリピートしてリピートして聞いてたので、なんかそれを聞くとバトンを思い出しますね。バトン思い出しちゃって。でもめちゃくちゃ懐かしい好きな曲ですよ。3曲いいよって言われたら、え？でもさよならクロールもずっと聴いてたんだよな。それも思い出の曲だな。結局 AKB ずっと聴いてたんだよね。 AKB をずっと車で流してたから、なんか AKB 大体バトンの曲みたいになってる。なんかさ、なんかわかりますか？ラブラドールはあの衣装を着てみたいですね。AKB 以外何聞いてたの？え、でも小学校の頃はもうずっと AKB でした。ずっと AKB しか聞いてなかったな。あとはお母さんが愛子さん好きなので、愛子さんとかかな、小学校の頃は。踊ってて楽しい曲、踊ってて楽しい曲はね、踊ってて楽しい曲、楽しいと踊るのがこの曲が好きっていうのは別だとしたら、踊ってて楽しいのは今まで何やったかな、何やってきたかな今まで。踊ってて楽しい、今まで何やってきた何やってきたっけ今まで。なんか全部楽しい。え、てかもうフェスとかイベントとか公演自体が楽しいから全部楽しい。選べないけど、その曲も好きだけど、その場所っていうか雰囲気とかも好きだから、踊ってて楽しい曲、全部踊って歌うことが好きなので全部ですずるい？ずるいか、ずるいよな。今日優柔不断すぎる。だって選べなくないですか？選べないよ。選べないな。マジか。全部だ。全部パッと最初に浮かぶ、全部楽しいから全部同じぐらいなんだよな。同じぐらい楽しいです全部なんだろう、みんなに答えてもらったのにね。ちょっと待って、本当に。でもハートの脱出ゲームめっちゃ楽しかったかも。
まだ1回しかやったことないけどね。ハートの脱出ゲームすごい楽しかったです。どうですかこれ、回答になってる。笑顔が印象的で好きです。嬉しい、楽しい、マジで楽しいよ。なんちゃったきハートの脱出ジーン。サンリオの時はサンリオってやってたんですよ。気づきましたか？サンリオでした。すごい楽しかったです。あれもあったのかな、サンリオフェスが楽しかったっていうのもあったのかな。でもすごく楽しかった、ハートの脱出ゲーム。みなぱまさんやったことないよまだ。やったことないですね。あのワイ曲とシングル曲はどっちが好き、選べないよそんなの、そんなの選べない、無理、今日は優柔不断なの、無理、選べない。なんかさ、最初の方のフェスはもう緊張感バクバクで楽しいっていう気持ちもあったんですけど、緊張も強かったんですね。あ、いた。でも最近はいつぐらいだろう、いつぐらいからか、もう緊張もするはするんですけど、楽しいの方が勝つ日が来まして、最近は本当にね、楽しい、もうなんか楽しすぎて良くないですよ、良くないから気をつけなきゃいけないんですけど、楽しすぎてみんなとなんかこうなんかわ、なんか分かりますか、なんか目の前にいるね、あの皆さんとかとこうね、コミュニケーションを取ったり、目とかでコミュニケーションを取ったりするのが楽しすぎて、あの踊りを忘れることがあります。すいません、間違える、忘れるっていうか間違えることがあるんですよ。まあ、でもそれぐらいね楽しんで踊ってます。ウルトラスはサンリオもウルトラスもめちゃくちゃ楽しかったよ。全部楽しかった。琴音の日も楽しかったし、マジで楽しい。野菜シスターズでは何がいい？トマト。超ドセンターのこと言ってしまいますが、トマトがいいです。琴音の日楽しかったよね。初めて聞いた AKB の曲、なんだろう、覚えてないかもしれない。大政さんありがとうございます。楽しかったね、琴音の日ね、全部楽しかったね。でもやってみたい曲は本当にたくさんあるだよね。でも最近一番やりたいのはかっこいい系とか表現系がやりたいですね。あ、さよこさんありがとう、兄ちゃんもありがとう。なんかもう盛り上がる系もいいんですけど、歌詞を伝える系のやつがやりたいっていう感じかな。エンドロール難しそう。清水さん、ゆきえちゃんありがとう。ジェタキさんしたっけ。
そういうのやってほしい。そういうのやりたいですね。そろそろ1年経ったのでかっこいい系も挑戦しても良いのではと私は思いますね。かっこいい系挑戦したいなって思うんですけど。あ、マカロニ48さんありがとうございます。チチ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 ありがとう。まあでも私たちが決めてるわけじゃないからね、どうなるかはわからないんですけど、いつかはかっこいい系もみんなで17期でやりたいですね。ルーマ行っちゃうってコウさんありがとう。まあお楽しみにですね、フェス5月4日、5月4日までまだまだありますけど、でもあと3週間ぐらい言うて、もう4月だもんね。多分ねすぐ来る。くるみとダイアログ本当にわかる、めっちゃ好きなんですよね。くるみとダイアログとかだらしない愛し方とか、あとなんだろうな、僕たちは戦わないもやりたいし、風は吹いているも好きですね。まゆさんはじめまして。カヌレンさんお疲れ様です、ありがとう。あとね、かっこいい系、かっこいい系かな、ジェネレーションチェンジもやりたいです。フォローありがとうございます。リュウさんフォローありがとうございます。なんか男女っていうの消えてる人これミユのあれがおかしい。アンガーさんはじめまして。ミユ見えてないんだよね。1位の方と8位の方かな、見えてないですね。あ、不具合か、これ不具合なんだ。でもまあ皆さんが見えてるならいいか。戻んのかなこれ。まあいい、気にしなくていいやつですか。あ、消えてるね、8位の方見えないですね。1位の方も見えないし、5位の方も見えない。ランキング押せば、まあ見える、ライブランキングは読めるんだけど、アバターは戻ってこないです。まあいっか、ライブランキング読めるから。 OK、 明日はねコンサートリハがあるんですよ。目が痛い。だから早く寝ないと今日も。コンサートもそろそろですよ。でもあれだね、フェスの前にコンサートだから、みんな忘れないでね。コンサートのこと忘れないでね。目は大丈夫な、目ね、どうなんだろう、わかんないけど、今日は早く撮りたいと思います。お話し会もコンサートもフェスもあって、なんか楽しみが多いからさ、頑張れます。私は明日先輩と会わないかな、多分会うのかな、会わない気がする。会うかな、わかんないけど。
そっか、ゴールデンウィークなの5月4日。ともさんありがとう。平日全部スキップほしい。ゴールデンウィーク、いつからゴールデンウィーク？4月からコンサートからゴールデンウィーク。あ、そうなんだ、長いね。長いですね。なんでゴールデンウィークってさ、年によって違うの？日数。あれなんです。家族に尽くすウィーク、優しい子さん。いいパパだ。あ、土日の関係か、そういうこと。なんか私が高校生か中学生の時に10日ぐらいゴールデンウィークありましたよ。それいつでしたっけ？もうそれいつ来るんだろう、次。2019年、めっちゃ前のように感じる。10日ぐらいのゴールデンウィーク。めっちゃなんかテンション上がった気がする。記憶めっちゃある。でも何してたかは覚えてない。シルバーウィーク？シルバーウィークってあるの？いつ？秋くらい？家にいた？さすがに高校生ぐらいの時はちゃんと活発に行動してましたよ。部活とかやってたから。9月なんだ。9月がシルバーウィークなんだ。え、それいつからありますか？シルバーウィークなんて初めて聞いた気がするんだけど。メキシカンサンタさんありがとうございます。シルバーホーム？シルバーホーム？セプテンバー。セプテンバーって響き好きです。でもゴールデンウィークは私にとってはたくさんみんなに会える活動的なゴールデンウィークになれそうですね。早くお話し返したいな。敬老の日があるからシルバーウィーク。あ、そういうこと。シルバー世代って、あ、そういうことなんだ。頭いいね。そういう、なんかいろいろ今日はよく知れました。今日はよく知ることができましたよ。公演は室長公演。室長公演申し込んでくれましたか？毎日言ってます。毎日言ってる。毎日楽しみだもんだって。それがモチベーションで今頑張ってる。好きなアニメとか。アニメはね、フルーツバスケットとかが好きです。申し込んでくれた、やった。やった。今日は学びましたってやつ。そっち？そっち？函館に行くから申し込めない。どこへ？どんなプランで行くんだろう、気になる。室長公演当たったら教えてくださいね。いつ当落出るんですか？まだまだ？
イズミンが抽選するので落とされる次の火曜日、今金曜日、今日もう土曜日になるか、もうちょっとですね。誰が当たるかな。やばい、公演自体も久しぶりすぎて、久しぶりでもない、いや久しぶりだな、久しぶりすぎてさ、ちょっと楽しみすぎるな、やばいやばいな。のんびり話しちゃった、今日もゆっくりまったりのんびり話してしまった。アヒルの声ね、4番さんはそうだきっと。いた、53分ありがとうございます。眠くなる、ミユの声眠くなる声してますか。私は絶対自分の声をこう眠い時に流しても絶対寝れないなって思いますよ。あ、たけしさんありがとうございます。まったりが好き、あ、よき、よかったよかったよかった。1時間の間にね、マジぶつきすぎてやばい。だからいろんなとこに青タンができてんだろうな。今日の声おとなしめ、確かに確かに。え、何騒いで、もうさ、あれなんですよ、私もねリアクションしすぎて、私も今日ね、もうこれが限界です。今日は最後の最後の何力を全部ここにショールームに出し切りましたよいいな研究所、皆さん見てない方はぜひ見てください。あれ緊張するからさ、だいぶね、ビリビリとかさ、緊張して集中しなきゃいけないからさ、だいぶね頭使ったりねするんですよそう、眉も今日はぐっすりだと思いますフフ、心拍数上がってないのに使う、いや、やっぱ頭を使うんですよね、そう心拍数ね、なんであんなに上がんなかった、上がってたはずなんだけどね、ちょっとやっぱあれなのかな、びっくりと心拍数は比例しないんですよ、きっと比例しないってことが検証されましたね。だってびっくりしてたもん、ちゃんとびっくりしたもん、本当にびっくりしたね、みんな嘘だって思ってるでしょ、本当にびっくりしたんだよ。ゆきゆちゃんありがとう演技じゃない、ビジネスじゃないです。ビジネスで私があんなにできると思いますか、不思議に演技ができると思いますか、できませんできませんそうだから演技じゃないよーだあと 何言おうとしたんだっけな、忘れちゃったね。メキシカンサンタさん、さやこさんありがとうございます。てか私ね、別にリアクションねそんなにいいと思ってないですよ、自分で別にそんなにリアクション良くないですよ別にだって別にリアク、リアクションね、だからよのよ、あれですね、期待しないでくださいね、だから別に私は素の自分でやってるんで、あの今日リアクション良くないなとか思わないでねそう、リアクション上じゃないよ、もうみんなしてだからさ、なんか
だからなんか罰ゲームみたいな企画私めっちゃ呼ばれてるんですけど、なんでリアクションいいと、いいのかな、いいから呼ばれるんですかあれは。わかんないけど、なんかセンブリ茶飲みすぎだしさ、もうだって箱の中身2回やってるし、まあでもあれですね、私がいるイーナ研究所は面白くなるっていうことですね。よし、そういうことにしましょう。そういうことでいいですか。私がいるから面白くなるっていうことで OK、 了解しました。そういうことにしましょう。あ、臭い企画はダメですね。はい、私臭いの全然大丈夫なタイプなので、ということで、まあそんな感じでね、あのポジティブに今日も生きたということで、15位からライブランキング読ませていただきたいと思います。はい、15位ナラナラさんありがとうございます。14位ハムマサさんありがとうございます。13位クリンピーさんありがとうございます。12位トモさんありがとうございます。11位アニーちゃんありがとうございます。10位メキシカンサートさんありがとうございます。9位マカロニ48さんありがとうございます。8位ユキウちゃんありがとうございます。7位タケシさんありがとうございます。6位ウルちゃんありがとうございます。5位マサヨシさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位マオミさんありがとうございます。2位コウさんありがとうございます。1位はさやこさん、ありがとうございました。ゆるゆるまったり配信でしたが、3507人の方が来てくださってとても私は嬉しいです。風が強くて雨がすごいので、皆さん暖かくして寝てください。ぜひじゃんけんパー、不意打ちじゃんけんということで、皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみずみバイバイ。天気注意ね、天気気をつけて、寒いから私も今日は長袖長ズボンで寝ます。バイバイ、したっけ、おやすみずみ、バイバイ、切ります。